漫画家の千葉哲也氏85が30日ブログを更新目の手術が終了したことを報告し当面は救出するとした千葉氏は1日のブログで新型コロナウイルスに感染したことを明かしていたがコロナ罹患罹患のに急に焦点が合わなくなってしまったとし手術を受けることを報告手術当日の28日には年をとって古くなった瞳のレンズを削り取って きれいな人工のレンズと入れ替えるんだってと説明していた。今回の投稿で、先日、お目目の手術をいたしましたと報告し、術後の写真を公開。ありゃりゃ年のせいか、レンズを包んでいる膜が、だいぶ傷んでいたそうで、きれいな人工レンズを入れるのは、おめめの炎症が収まってから改めてやり直し、ですってと説明した。続けて、ということで残念ですがしわらくの間はし、漫画が描けそうにありません。 ゆっくりお目目を直して、回復したらまた、ひねもす日記を書いたり、ゴルフやテニス、野球も楽しむつもりです。というわけで、しばしの救出宣言、と報告。ただ、体はなんとか元気ですからどうかご心配なく。と呼びかけた。